バレンタインクイーン2011グランプリに輝きました綾瀬はるかさんです。改めてご紹介をさせていただきます。10代から30代の女性が友チョコをあげたくなるくらい好きな女優1位、そして今最も輝いていると思う女優としても1位に輝きました女優の綾瀬はるかさんです。見事2部門で1位に輝き、友チョコをあげたくなるくらい圧倒的な人気で女性に支持されているということで、今年のバレンタインクイーン2011グランプリに選ばれました。それでは綾瀬さんには記念のトロフィーと、綾瀬はるかさんに憧れている女性の中から選ばれたプレゼンターより友チョコが贈られます。それでは田中オリコンスタイル編集長お願いいたします。まずはトロフィーです。おめでとうございます。そして一般公募から選ばれました女性から友チョコが贈られます。プレゼンターお二方どうもありがとうございました。今年本命のチョコはあげる予定ありますか？ありません。ぜひ本当ですか？はい。作る予定もございませんか？ありません。バレンタインの一番楽しい思い出教えてください。そうですね、まあ、ちょっとさっきと似てるんですけれども、友達とこう何人かで交換するために家で作って、次の日みんなで交換し合うっていうのが一番定番ですごく楽しかったです。それは友チョコのことですか？友チョコ、女の子に。はい、そうです、そうです。男の子にあげたい、男の人にあげたいと思ったことはあんまりないです。あんまりってことはあったことですよね。多分あったと思うんですけど、はい、あんまり印象が、あと自分に買うとかはあるんですけど、あんまりないですね。あんまり大人のあれじゃないんですね。バレンタインじゃないんですね。なんかこうずっと過ぎ去っていくみたいな。すいません。今年こそはっていうのはないですね。そうですか。すみません、なんか。すみません、あげたい。本命チョコをね、いつ頃あげたいですか？その 来年なのか、何年後なのか分かりませんけど。今年でもいいですけど。こうあげたいと思う方が出たらあげます。まだ見えですか、その方は。え、まだそういう方が現れませんか？そうですね、まだないです。はい、すいません、よろしいでしょうか？すいません、なんかつまんない感じですよね。すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。以上で質疑応答終了させていただきます。